KM-151 上岡鉄道 KM-100 形気動車は上岡鉄道が1984年の開業に合わせて導入した鉄道車両である。本記事ではほぼ同型のKM-150形気動車についても記述する。上岡線が1984年10月1日に第3セクターの上岡鉄道に転換されるのを前に、新潟鉄工所によりKM-100形1両とKM-150形1両が製造された。車体、エンジンなどは新製しているが、一部の機器類は国鉄キハ20形気動車より流用している。KM-101 は一般用。KM-151 はイベント兼用となっているが、基本構造は両形式とも同一である。形式の KM は、上岡マイレールの略で、沿線住民への親しみを込めたものである。KM-101 には、奥飛騨1号、KM-151 には、奥飛騨2号の愛称が、一般公募により付けられた。いずれもワンマン運転に対応した構造である。車体は長さ18メートル級で両端に引き戸を設置し、扉間に上段固定下段上昇式のユニット窓を6枚設けている。KM-151 の便所側側面では便所寄りの窓1枚は横幅が狭く、便所部分には細長い小窓を設けている。前面は非貫通形の3枚窓で、中央の窓の幅が両端に比べ広くなっている。前面下部両裾に全小灯と尾灯を設置している。乗務員室扉は設けず、客室から運転室に出入りするようになっている。車体と色は、クリーム色地に赤色と青色の帯の塗装で、山岳地帯をイメージしたものである。KM-151 車内いろりを模したこの、地型シートがあった室内は、向かい合わせの固定クロスシートが、シートピッチ 1520mm で配置され、車端部にはいろりを模したスペースが設けられている。このいろりコーナーは、イベント時にはテーブルをセットできる構造となっている。ワンマン運転に対応するため運転室は脇に、運賃箱、運賃表示機、整理券発行機を備える。KM-151 は、車内にビデオモニター、カラオケ装置、便所を備えている。KM-101 には、便所はない。暖房装置として、温水温風ファン方式の暖房装置を備えているが、冷房装置は設置されていない。その代わりに扇風機が備え付けられている。運転台は、車両全部中央に設けている。機関は、出力 250PS、1900rpm の、新潟鉄工所製6リットル 13S で、国鉄キハ37形気動車と同一である。台車及び連結機、ブレーキマスコンは、国鉄キハ20形キハ20 348.350 の廃車に伴って発生した部品を流用している。車両の火災対策として、AA 基準が適用されており、エンジンの異常加熱が発生した際にはエンジンを自動停止する機構を設けている。前面には、スノープラウを装備している。上岡鉄道が第3セクター鉄道として開業した1984年10月1日から2006年12月1日の廃止まで上岡線で使用された。通常はどちらかの一両にて運行されていたが、多客機及び廃線間際には両方の2両にて運行された。2006年12月1日の廃止に向け、同年11月3日から廃止を告げる特製のヘッドマークを先頭車の前面に装着していた。エンブレム等が取り外され旧上岡鉱山、前駅構内の車庫にて2両とも保存された。これは地元自治体である飛騨市が構想していた観光鉄道化に備えたものであったが、市長の交代等に伴って、構想は撤回され、車庫内での留置が続いた。2010年6月の廃線ウォーキングの際にはKM-151 が KMDD13 形と共に公開された。2016年12月、飛騨市は補正予算に廃線跡を活用したロストラインパーク構想のための費用を盛り込み、その一環として保存中の本形式1両を旧奥飛騨温泉口駅に移設する予定であると発表した。2017年4月8日の移設の際には廃止以来、約10年ぶりに自力走行を実施することが告知され、実際に走行した。奥飛騨温泉口駅で展示され、冬に入る頃には再び自力走行により、旧上岡鉱山前駅の車庫に戻る。KM-151 は、同年夏から運転体験が開始された。2018年からは、枕木交換会の際にも運転体験が開始されている。ありがとうございます。